にちは。本日は弘前大学キャンパスツアーにご参加いただきありがとうございます。本日ガイドを務めます理工学部3年福田正弘です。沖縄県出身です。どうぞよろしくお願いします。私は大学院地域社会研究科2年、佐藤光丸です。定年を迎えてから大学院に入学しました。どうぞよろしくお願いします。今日は一緒に文教庁キャンパスを回っていきましょう。まずは本日の集合場所のこちらの建物は弘前大学創立50周年記念会館です。大学院の入学式や学域授与式で使用されています。その他学内外のさまざまなイベントでも使用されています。こちらは弘前大学創立60周年を記念して当時の東京芸術大学学長宮田良平先生に制作いただいた幸せのリングです。創立60周年ということでイルカは60頭、記念撮影におすすめのスポットです。では次の場所に移動していきましょう。こちらは保健管理センターです。医師、専任カウンセラー、看護師が勤務しています。健康診断や応急処置が必要な時にはお世話になります。こちらの建物は事務局、正面の桜のステンドグラスが特徴的です。花の中から湧いて出ている虹には弘前大学ロゴマークのコンセプトカラーである語学部を象徴した色が使われています。建物の中には学長や理事の執務室のほか各事務部が入っています。この像は弘前大学の前身である旧制弘前高等学校の創立70周年を記念して卒業生によって建てられました。この在校生名簿記には皆さんご存知の有名な文豪の名前もありますよ。ありました。太宰治、本名対馬修司です。後ほど太宰治ゆかりの場所にもご案内しますね。次にご案内するのはこちら、弘前大学附属図書館です。約83万冊の蔵書があり、多くの広大生が利用しています。特徴的なのがこちらの自習席です。あしらわれているのは津軽地方に伝わる伝統的な刺し子模様の小銀刺しです。またこのペンダントランプは青森県が日本一の蓄積量を誇るブナの木を使った木工品、ブナコです。図書館2階にやってきました。こちらはアクティブラーニングエリアです。現在はコロナ対策のため一人学習用の配置になっていますが、普段は椅子や机を自由に動かしてグループでの課題について話し合ったり、サークルの打ち合わせに使ったりしています。それでは次に今年5月にオープンしたおすすめスポットをご案内していきます。こちらが図書館に新しい機能を備えたアカデミックコモンズです。図書館内で唯一飲食が可能なリフレッシュスペースや、おしゃれな空間でリラックスしながら読書ができるリーディングルーム、
英語学習や多文化理解に役立つ本が配下されたグローバルスクエアなど、新鮮な感覚で本と向き合える場所です。それでは図書館を出て次の場所へ進んでいきます。こちらが教育学部です。昭和38年にこの場所に建築されて、文教庁キャンパスの中で最も古い建物です。教育学部以外の人でも教員免許を取得する人はこちらで授業を受けることもあります。次にご紹介するのが資料館です。資料館は弘前大学過去から未来をテーマに、弘前大学の歴史、そして各学部研究科の研究成果を展示しています。あちらが第一体育館です。バスケットボールやバレーボールなどの球技で使用されています。こちらに見えてきたのが第二体育館です。主に機械体操などで使用されています。窓が変わった形をしていませんか？実はこちら津軽系のこけしのおかっぱ頭を模しているんです。第二体育館の正面から見ると、弘前市民の心のふるさと、岩木山の形をしています。晴れた日には岩木山と並んでいる様子が見れますよ。次に振り返りまして、こちらが理工学部1号館です。そして、奥に見えるのが理工学部2号館です。大学の中で一番高い建物になります。2号館の中にはフーコーの振り子、フランスの物理学者リオン・フーコーが地球の自転を証明する際に使用したものと同じものを展示しております。長さは 45.6m、 日本一の長さです。2号館正面に広がるのがグラウンドです。体育の授業や運動系の部活、サークル等で使用しています。こちらが農学生命科学部です。この建物の周りには実験のための施設が点在しています。正面にあるのは稲作と大豆の実験圃場です。こちらの方では野菜を栽培しております。奥では羊を飼育しています。こちらはリンゴ見本園です。弘前大学で開発された品種のリンゴなどを栽培しています。こちらは弘前大学60周年の時に建てられたコラボ広大です。中には理工学部や農学生命科学部の研究室のほか、弘前大学レンタルラボという企業を目指した学生や
共同研究をしている企業へ貸し出しているスペースもありますよ。こちらが情報基盤センターになります。教育用のパソコンが置かれていて、情報やコンピューター演習の授業などが行われています。こちらの建物が新聞紙海外部です。中庭の桜池は旧制弘前高等学校の面影を残す唯一の場所になっています。春になると綺麗な桜を見ることができますよ。振り返りまして、こちらが弘前大学生協のコンビニ店サリジェです。隣の建物が学生食堂フォレストです。座席は約900席あり、昼食時はかなり混み合っています。僕のおすすめは鮭丼です。私のおすすめはスンドゥブです。食堂はここの他に2階にパスタやカレーなどのカフェ風のメニューを扱っているレストランスコーラムがあります。こちらの建物が大学会館です。2、3階に集会室や和室、音楽鑑賞室があって、主にサークル活動に使われています。1階には生協の書籍部、シェリアがあって、図書を中心に日用品、広大グッズも購入できます。次にご案内するのがこちらの総合教育棟です。1年生の時には全ての学部の学生がこちらで教養教育科目の授業を受けます。それでは中に入っていきましょう。こちらがキャリアセンターです。こちらでは就職や進路相談、企業見学会などのイベントが行われています。学生はふらっと立ち寄って就職関連の情報収集をすることができます。こちらが国際連携本部、そして向かいにあるのがインギリッシュラウンジです。留学したいとき、実践レベルの英語を身につけたいとき、留学生と交流したいときに広大生が利用しています。最後にご紹介するのが広大カフェです。2019年の弘前大学創立70周年を機に、周辺を太宰治記念小公園として整備しました。在学時の太宰の写真や文学碑、椅子に座ってくつろぐ太宰のレリーフがあります。弘前大学と太宰の縁を恒久的に伝えていくための場所です。広大カフェは旧制弘前高等学校時代、外国人の宿舎として建築されたものです。大正時代建築されたレトロモダンな外観の建物で、
国の登録有形文化財弘前市の景観重要建造物として指定されております。現在は広手カフェとして生まれ変わり、こだわりのコーヒーやケーキを楽しむことができます。いかがでしたか？弘前大学キャンパスツアー、お楽しみいただけたでしょうか？弘前大学は多くの出会いがあり、その出会いに刺激を受けて成長できる場所です。皆様に今回のキャンパスツアーを通じて弘前大学の魅力をお伝えできていれば嬉しいです。弘前大学は知見と可能性が広がる場所です。社会人の皆様にも新鮮な派遣があると思います。ぜひコロナ収束にはフラッとお問い合わせいただければと思います。それでは弘前大学キャンパスツアー動画をご覧いただきありがとうございました。学びたい学問があって弘前大学を進学しました。一つ一つのことが新しくて、毎日刺激を受けながら楽しく過ごしています。学生団体シテマイに所属しています。シテマイでは市と連携して環境ボックスというものを設置しています。その他にもいろいろなところと提携して様々な活動を行っています。最近は人生100年となっております。第二の人生としてですね、有意義に過ごせればと思います。社会人と大学の両立は大変ですけども、充実しています。皆さんもぜひどうでしょうか。はい、弘前大学中国語サークルと弘前大学忍者部を創立しました。その2つの視点を広げることで、可能性がどんどん広がりまして、いろいろな出会いがあってすごい充実している人生です。